石草寺は、中華人民共和国湖南省庁差し流用、四根坊鎮にある臨済集計の寺院、唐の犬府年館に廃給により創建された。奇草から高島猿前臨の額体を賜った。当時の住職は、尺慶所であった。奇草の三男の李心は、光明広式期で、法郷流子石草寺に出家しました。寺の最盛期には、 石僧寺が仏寺48章を管轄し、部屋5048件、僧侶800人余り、寺院は内八景と外八景があります。総長、石僧祖園は寺院で事務を主催しました。彼は二人の弟子容疑方会と横領絵難を育成しました。容疑方会は臨済州容疑派の創立者で、横領絵難は臨済州横領派の創立者です。 日本の名医より英才と春城は、赤草寺で仏法を学び、帰国して、臨在州と中原州を混流しました。元朝と、病朝、赤草寺は衰退した。新の養精十三年は、大仏殿を重修した。建立十九年は、三門、回廊を重修した。高所五年は、大企閣を重修した。九百二十三年には、大遊法殿を重修した。 1978年、文化大革命が終わった後、竜陽市人民政府は、三門、天皇殿、太友宝殿、観音殿、玉仏殿、増強楼、祖師殿、ガランドの石製殿などを重修しました。1991年、台湾の尺唯一は資金を寄付して、三門を新築しました。1993年、西道、全道を増築した。 三門、天皇殿、首郎、空老、太陽宝殿、観音殿、玉仏殿、祖師殿、街道、法条室、法条地、石層祖縁墓、平井堂万仏棟万仏棟、宋の筆殿、石宗寺、真の城明たん石宗寺、真の高生優、虎派線ありがとうございます。